かなりですねグリーン明るめの色を今回塗装しました。まあちょっとですね塗装してみて思ったより明るかったかなと思ったんですけど、この後陶器迷彩を施して、ゴシゴシ汚しをして、黒い暗い色にしていくので、まあ基本色は明るくてもいいかなと思ってます。はい。でまあ制作途中でも言ったんですけど、ここフェンダーをですね削っちゃいました。コニッパーで取ってあります。はい。それから、ここですね手すりは全部真鍮線で置き換えてます。はい。それからあの足回りなんですけど、まあいつも通り接着固定はしてるんですけど、キャタピラがねなんかちょっとゴム製だったんですけど、ちょっと長い感じがしたんですよね。ですごい緩くて、で結果的にはこういう形でですねたるみをかなり大げさにやってみました。はい。で、組み上げてみると、はい、まあちょっとこんな感じですね、たるんだ状態になってますけど、まあいいかなと。ここから、キャタピラが覗ける状態になってます。でゴム製のですねあのフィギュアついてたんですけど、まあちょっと制作するとか悩んでるんですけど、まあ、ね、一応あのキューポラは、開けた状態にしてます。はい。ということで、エアブラシでグリーン塗装した後、実はすでにシリコンバリアを塗装してあります。まあ、ちょっと陶器迷彩をやるときにシリコンバリアチッピングでちょっとうまくいくかどうかわからないんですけど、まあ小さいキットですし、剥がし面が大きくなっても程よいさじ加減になるかなと思ってやってみます。ただうまくいかなかったらまた陶器迷彩の色を、まあ、前回昔もやったんですけど、エナメルの、白だったりとか油絵の具の白とかで、チューニングしながら、塗装していこうかなと思ってます。でうまくいくようでしたら締まりに雪もですね乗せていきたいなって今考えています。はい。ということで今回ですね仮組が終了したこちらのキットをご紹介しました。ここまでご視聴ありがとうございました。またよろしければご視聴ください。では失礼いたします。